ありがとうございます。面接官だった方は今日はいないんですか？どうだろう、今日はいないんじゃないかな。まあそんなのどうでもいいじゃない。さあ行こう行こう。はい。なんだかうさんくさい男だな。もしもし、俺ですけど、今あの子を向かわせました。もうすぐ到着すると思いますので、準備しといてもらえますか？絶対バレてないと思いますよ。全然疑ったりしてませんでしたから。はい、今夜は最高のパーティーになりますね。それでは後ほど。今の電話、まさかヒカルは騙されている？アイドルになれると女を騙して誘い出し、あらぬことをする輩がいるって話は聞く。何か起こってからじゃ遅い。ヒカルたちの後を追う。このビルの中だよ。入ろう入ろう。はい。事務所には皆さんいらっしゃるんですか？どうかな。誰もいないんじゃないかな。あれ？でも今日は初顔合わせって。まあ。とにかく入って入って。はい。完全に怪しいな。ヒカルが危ない。急ごう。おい、お前。ん？さっきから何俺たちのことつけてんだ。何か用か？お前らこそヒカルをどうするつもりだ？ヒカルを？ふん、お前に言う必要なんかねえだろ。ストーカーなのか何なのか知らねえが、俺たちの計画を邪魔する奴はただじゃおかねえ。なんて強さだ。悪いが、行かせてもらうぞ。忠誠。光る！桐生さん？これは、どういうことだ？お待たせ。さっきはすまなかったな。まさかお前のためのサプライズパーティーだったとは。私もびっくりしちゃいました。でも社長たちも笑って許してくれましたし、気にしないでくださいね。むしろボディーガードとして雇いたいっておっしゃってましたよ。すまないことをした。実は私も正直不安なところがあったんです。この事務所本当に大丈夫かなって。この業界には変な事務所もあるって聞きますし。でも今回のことで信頼できる事務所さんだって確信できました。いい事務所に入れて
よかったです。この人たちのためにも頑張ろうって思いました。私のために体を張って守ろうとしてくれたこと、すっごく嬉しかったです。空回りしちまったけどな。だがこれからももしお前に何かあったら、俺は相手が誰だろうと同じ行動を取ると思う。だから安心して夢を追い続けろよ、光。キリュウさん、ありがとう。あのね、キリュウさんに一つプレゼントをあげてもいいかな。なんだ？キリュウさんが私のために来てくれた時、びっくりしたけどすっごい嬉しかった。キリュウさんはやっぱり私のことを守ってくれる王子様なんだなって。こんな風に思える人に出会えたの、私初めてかもしれません。アイドルは恋愛禁止だから、今のうちに言っておこうかなって。キリュウさん、さっき言ってたプレゼントだよ。ちょキリュウさんのことが大好き。これからもずっと光の王子様でいてね。